ご飯の量は大盛りで、大盛りで、はい、大盛りで、大盛りで、はい、大盛りで、大盛りで。3つを食べてもらった方がめちゃくちゃうまいです。あ、本当かい。こうお肉屋さんの卸問屋だから肉はうまいんですよ。はい、お弁当夕方中肉の量を幅に曲げないくらいのボリュームを出して肉屋で独特にできるもの。なんかインスタでなんか結構なんかいろんな投稿があってなんか美味しそうな感じがしてここに来ました。美味しかったです。面白いです。はい、ボリュームも満点で。量も多い。ありがとうございました。
ば、ラーメンだと、普段のメニューの唐揚げ、定食の定食がメインでやってたんですけど、お客様の声で、お肉も唐揚げも両方食べたいってお客様がいらっしゃって、その声で、ミックス定食など、いろんな種類が、はい、増えてきました。やっぱり量をたくさん食べたお客様がいらっしゃるので、はい、そういうお客様のためにダブルミックス定食っていう、お肉を倍、唐揚げもお肉も倍にしたメニューも、はい、おかわり3倍まで、はい、メニューに食べて、大盛りがだいたい丼ぶりじゃま1杯分ぐらい、それを3倍で、おかわりだと 900g なんで、結構軽く一食近く、はい。
ませ。バラと唐揚げで。ご飯の量は大盛りで、はい。ドリンクどうぞ。食べてもらった方がおすすめですか。唐揚げと焼肉が、はい、あの野菜の両サイドに乗っかってて、めちゃくちゃうまいです。あ、本当ですか。あとドリンクバーもいっぱいつくんで、月に3回ぐらいかな。あ、結構来られますね。こうお肉屋さんの卸問屋だから肉はうまいんですよ。ご飯の量は大盛りで、はい。ドリンクいっぱい無料なのでお好きなのどうぞ。
ロンクバラです。サッカーの世界的
待たせしました。こちらダブルのバラの唐揚げです。お待たせ。はい、ご飯の量は大盛り、普通盛りと、はい、どうぞ。私はトンカツ、はい、みんな多分バラバラだと思いますけど、はい、WW よく来られるんです。あ、いや、今日は初めて。初めてですか、はい、なんでここ来ようと思ったの。なんかインスタでなんか結構なんかいろんな投稿があって、そしてここのなんか福田屋の店がよ なんかよく出てきて、あ、これなんか美味しそうな感じがして、ここに来ました。どうですか、味は。美味しかったです。面白いです。はい。はい、量も OK。はい。はい。はい。ボリュームも満点で。肉屋やってるんだから、肉の量をここに混ぜないくらいの50を出して、また肉もあの国産肉満足していただけるのには、普通の、まあ、ラーメン屋さんに負けちゃうんで、ラーメン屋さんのですから、何がないかというと、やっぱり後半とかチャーシューの厚さとか、そういう肉屋で独特にできるものを、家に行くと必ずお茶出しますよね。だからそういう意味でも、質問があったらお茶代わりに、まあ、ドリンク飲んでくださいみたいなことを、食べる気配じゃないけど、はい、家着は確かに薄くなってきますけど、やっぱりこう常にお客さんが来てくれれば営業できんじゃないかなと思って、はい、ありがとうございます。